マルチタスク機能、Fire タブレット2015、Fire OS 5。画面下のナビゲーションバーは、左から、戻る、ホーム、最近使ったアプリ、の操作ボタンになっています。一番右の四角いボタンをタップすると、最近使ったアプリの一覧が表示。スライドして確認し、アプリ起動もできます。最近使ったアプリ一覧から、横方向のスワイプアウトでアプリを終了させることができます。最近使ったアプリ一覧は、しばらくすると右上に×が表示されますので、これをタップしても終了します。